人救えねえやつが火影になんてなれるかよ。そうだろサスケ。ナルト疾風伝ナルティメットアクセル鳴門、それに桜だ。その声は…やっと見つけたってばよ。サスケ。サスケ…く…こんなところにまで何の用だ。お前を…お前を連れ戻しに来た。子供のままだな、ナルト。お前には火影になるっていう夢があるんじゃなかったか。サスケ ナルト。早い。あの時のお前は俺の気まぐれによって助かった。けどな、今度は俺の気まぐれでお前は命を落とすんだぜ。仲間一人救えねえやつが火影になんてなれるかよ。そうだろサスケ。2年半ぶりぐらいだってばよ。そうだのう。ふふん、はしゃぎおって。
懐かしい。全然変わってねえってばよ。たく。ガキじゃねえんだから、そんなに騒ぐなっての。仕方ねえだろ、久しぶりなんだからさ。はいいか、ナルト。確かにお前は強くなったが、精神的には。え、ナルト？ナルトなの？え、さくらちゃん？いつ帰ってきたのよ、久しぶりじゃない。うはー、ほんと久しぶりだってばよ。てわけで修行は終わったんだけど、ほんとエロ仙人ってば容赦なかったってばよ。これも全部お前のためだっての。まあまあ、それじゃあそろそろ場所を移しましょうか。あ、どこ行くの？あんたね、里に帰ってきたならちゃんと綱弟師匠に挨拶しないとダメでしょ。あ、そうか。でも綱弟のばあちゃんか、ばあちゃんに会うのもすげえ久しぶりだってばよ。さ、それじゃ行くわよ。おっす。うん、いいだろう。この通りに進めてくれ。了解っす。しっかり頼むぞ、二人とも。入れ。師匠、ジライア様とナルトをお連れ。はあ？しかまる？っておい、ナルトじゃねえか。こいつ、あのチビか。変わりないようだな、ナルト。綱手のばあちゃんもみんな久しぶりだってばよ。そうか、修行は無事に終わったか。にひひひ、俺ってばバッチリ強くなったからな。どんな任務でもこなしてやるぜ。おお、なかなかの自信ですね。ふん、だったらその自信が本物かどうか試させてもらおうか。どういうことだよ。明石。よ、元気そうだな、ナルト。ナルト、そしてサクラ、これからお前たちには試験を受けてもらう。試験ですか？なに、別に難しく考えなくていい。お前たちにやってもらうのは3年前にもやったあの鈴取り演習だ。
鈴取り？なんで今頃？お前たちがこれから共に任務を行えるかどうか、その見極めをさせてもらう。見極め？試験は演習場で行う。準備が整ったら来るように。いいな。ワン。それじゃ待ってるぞ。今度は失敗できないわね。ああ、修行の成果見せてやるぜ。来たな。それじゃ始めますか。ルールはこの俺から鈴を取るだけ。もちろん俺を倒すつもりで来ないと鈴を取ることはできないからな。今度は絶対奪ってやる。うん。どうやら今回は俺も少し本気を出さなきゃいけないみたいだな。よし、それじゃスタートだ。行くぜ。
いやーしかしお前らも強くなったね。まさか本当に鈴を取られちゃうとはね。俺ってばカカシ先生追い越しちゃったかもよ。何言ってんのよ偉そうに。ま、とにかく二人とも試験は合格だ。今後は俺と一緒に任務をこなしていくことになる。おう。これからの任務に関しては後々説明してやる。とりあえず今日はこれで解散だ。体休めとけよ。さーてと、練習も終わったし、俺ってばこれから何を。やっぱここは一楽で決まりだな。あ、そうだ、さくらちゃんも一緒に行かね。ううん、今日はやめとく。ちょっと用事があるし。そっか、用事があるなら仕方ねってばよ。あんた久しぶりの一楽でしょ。私に構わないで行ってきなさい。うん、分かったってばよ。よし、そんじゃ一楽ラーメンに直行。どこだ？どこに落としたんだ？兄ちゃん、こんなとこでキョロキョロしてどうかしたのか？なあ、この辺りで紙切れを見なかったか？紙切れ？どうだろう。とにかく紙切れを見つけたら俺に届けてくれないか？頼む。まあそれくらいお安い御用だけど。兄ちゃんが探してたのってこれ？それだ、持ってきてくれたのか、助かる。それって何？とりあえず大切なもんだってのは分かるけど。これは俺が書いてる日記だよ。日記？なんで日記が落ちてんだ？恥ずかしい話だが、日記帳が壊れていることにずっと気づかなくてな。知らないうちにかなりの枚数の日記を落としてしまっていたらしい。かなりの枚数ってまだ全部集まってないのか？まあ我ながら間抜けだったと思うよ。仕方ねえな、俺も拾うの手伝ってやるよ。お前の申し出は嬉しいが、それはさすがに頼めないよ。他のページもこの辺りに落ちてんだろ。だったらすぐに見つかるってばよ。いや、これまた言い難いことなんだが、日記が落ちているのはここだけじゃないんだ。え？俺は各地を旅をしている最中でな、ここに着くまでにいろいろな場所に行ったんだ。だから日記は砂隠れや川の国、各地に落としてると思う。各地ってなんか途方もねえ話なんだけど。あ、だから言ったろ、頼めないって。ああ、もういいよ、もう乗りかかった船だ。その日記全部集めてきてやるよ。どうせ俺ってば任務とか依頼とかでいろんなとこ行くだろうしさ。そうなのか。だったらお願いしてもいいか。任しとけ、
バッチリ日記を集めてきてやるよ。まあ、頼むな。もし全部揃ったら何か礼をさせてもらうよ。やっぱラーメンはおっちゃんとこに限るってばよ。ふっ、嬉しいこと言ってくれるじゃねえか。イルカ先生もラーメンサンキューね。今日は帰郷祝いだ。どんどん食べていいぞ。幸せだってばよ。しかしこれからが大変だな、お前は。え、なんで？ん？聞いてないのか？お前の同期で中忍になってないのはお前だけって話は。じゃあさくらちゃんも？ああ。なんだ、本当に聞いてなかったのか。俺はてっきり次の試験にお前が出るものだと。そうだ、あいつはガーラはどうなったんだってばよ。ガーラ、うん、あの子はちょっと特別だ。特別？特別ってどういうことだよ。実はな、あの子は砂隠れの風影になったんだ。か風影。風影？あのガーラが？それって本当かよ。ああ、火影を目指してるお前としては先を越されてショックかもしれないが。そっか。やっぱガーラはすげえってばよ。ナルト？あいつは頑張って頑張ってすげえ努力して、そしてみんなに認められて風影になったんだ。よーし、俺も負けてらんねえってばよ。そろそろだな。油断すんじゃねえぞ、デイダラ。相手は人中力なんだからな。オイラの術は全て芸術だ。それにちゃんと準備はしてきている。うん。まあ、サソリの旦那は見てればいい。あんまり待たせんなよ。一尾死角の人中力。砂漠のガーラか。どんなものか楽しみだ。うん。
潜入成功。ん？ほう、よくオイラの潜入に気づいたな。さすがは砂隠れの風かけってとこか。ん？この砂漠にあんな鳥はいない。隠密行動は失敗だな。しかしてめえを探す手間が省けたぞ。その頃もお前が暁か。お前の好きにはさせない。これは結構楽しめそうだな。こいつは想像以上だな。だが、しまった。戦っている隙にお前の砂に起爆粘土を混入させてもらった。砂を常に身近に携帯しているのがアダトだったな。殺さないようにってのが割と難儀だったけど、ノルマクリアだな。したほどのやつだ。お前だけではどうにもならん。追尾するだけにしろ。絶対に手を出すな。ああ、できたらな。
奴らはこの先だな。あまり時間はかけられねえ。速攻で捕まえてやるじゃん。返してもらうぜ。仕方ねえな。ここは俺がやってやる。楽しめそうじゃねえか。悪いが、一瞬でケリをつけさせてもらうぜ。できねえぜ。
なるほど、筋はいい。だが、そろそろ毒が回ってきた頃だろう。まさかお下がりを持ってる可愛い後輩が相手とは、久々に楽しい戦いだったぞ。お下がりだと？じゃあまさかてめえが傀儡部隊の天才造形師と謳われたあの赤砂のサソリだったのか？お前のようなガキにまで名を知られてるとは光栄だな。なぜお前が？お前などに話して何になる。対策でもしに行ってみるかな。それなりに。ならばちょいと手伝ってほしいことがあるんだがの。うん、嫌な予感。サイン付きイチャパラ。そうだ、わしのサインが付いた超レアなものだぞ。いらねえ。それはイチャイチャシリーズグッズの購入者に抽選で当たる代物でのそれを俺が届けるの？その通りだ。演習場にいる当選者のもとに無事に届けてほしい。無事にって大げさだな。何を言う、わしのサインは超レアなのだぞ。いつどこの不届き者がその本を奪いに来るか分かったもんじゃない。ええ、分かったってばよ。とりあえずこれを届けてきてやるよ。悪いな、わしはちょいと野暮用があるんでな。後のことは頼んだぞ。ええ、さっさと終わらせるか。しまった。なんだ、屋敷の中から聞こえたってばよ。
4000人？ナルト、そいつを倒せ。ええ早くしろ。あ、ロース。これってばどういうことだよ。ちょっと術の開発に失敗してね。術の開発？とある忍びの木遁忍術と私の幻術を組み合わせ新術を作ろうとしたんだ。どうにも組み合わせが悪かったらしくてな、何度やっても制御できないんだよ。ったく。そんじゃさっきのエロ仙人は幻術のせいでエロ仙人の姿に見えてたってのか？その通りだ。木人形に近づくと幻術が発動し、まるで本物の人間のように見えてしまう。だからさっきエロ仙人を倒した後、術が解けて木人形になったのか。でももう木人形は倒したし大丈夫だよな。次は失敗しないでくれってばよ。いや、そうだな。実はすでにいくつもの木人形たちが周囲に飛び出していったりするんだな。これが。安心しろ。すでに討伐部隊を向かわせた。いやいや、そういう問題じゃねえ気がすんだけど。というわけで、ナルト、お前にも同様の任務を与える。いきなりだな、ばあちゃんってば。いいか、お前はこれに書かれた木人形を倒してこい。それがお前の担当分だ。あのさ、俺の担当分だけでも結構な量なんだけど、ばあちゃんってば何回失敗したんだよ。うるさいよ。さあさっさと行け。了解だってばよ。
さてと、引き受けたはいいけど、この任務ってばかなり時間がかかりそうだな。明日からじっくり進めていこう。焦っても失敗したら意味ないし。しよっかな。ナルト、どうしたの、さくらちゃん。なんか急いでるみたいだけど。綱手師匠からカカシ班に緊急招集がかかったわ。何か良くないことが起こったみたい。良くないこと？今はとにかく師匠の部屋に急いで。カカシ先生はもう来てるから。お、一体何事だってばよ。